ラブライブミューズ広報部、ニコ、リン、バナ、遊ぼう、はじめましてのハッピーチューン、遊ぼう、君と僕とが出会う、それは予感、それは奇跡、夢の夢か、見たい、君と僕の奇跡始まるよ、おいで Listen to my heartラブライブミューズ広報部へようこそ。ニッコニッコニー、ダイギング中ママワン、ヤダオニコ役ソラマルコで得意ソラです。リンちゃんといえばイエローだよ。星空リン役リッピーことイダリホです。誰か助けて。ちょっと待ってね。小泉花役シカコこと久保井理香です。アイドル活動を通じて自分たちの通う学校を盛り上げようと、アイドルグループミューズとして頑張る9人の少女たちのストーリー、それがラブライブ。この番組はそんなラブライブのことをより広くの人に知ってもらうために、私たち3人、通称ニコ、リン、マナが全力体当たりで頑張る広報部系アイドルウェブラジオです。皆さんもミューズ広報部の一員になったつもりで一緒に番組を盛り上げてくださいね。始まりました。皆さん、聞こえてますか？聞こえてますか？聞こえますか？今日はなんか、ボリュームがちっちゃいかな、うちの。あ、気をつけてよ。ちょっと気をつけてよ。急に大きくなるかもしれない。こんにちは！いやびっくりしちゃう！耳痛いでしょ、ね、やばい、小さいと思って、電車の中で音量上げた人さ。何もう、うわってなるよ。もう、漏れ漏れだよ、うちは、ね、こんにちは。ビデオの人めっちゃこんにちはって耳から聞こえてるけど、ひどいよ。聞いてるかーってなっちゃう。聞いてくれなくなるよ。ほんとだよ。そうだよ、まあ、そういうさ、まあ、うちらサプライズ忘れない、うん、そうだね、やっぱ油断させないさよね。飽きさせない。そう、大事ですよ、うん、ねえ、そんなわけで時はもう12月も半ばですね。本当だよ。クリスマスも直前だよ。クリスマス直前ですわ、うん、でそして何言って、そら、そしてそら丸の誕生日直前です。クリスマスありがとうございます。マジで何も聞いてないよ、うん、何も聞いてないよ。私も何も聞いてないよ。本当だね。そうだよ、うん、本当だね、うん、何もさ、恐ろしいよ、この番組。恐ろしい、本当に恐ろしいよ。恐ろしいよ。聞いたら聞いたらさ、はい、知ってる人は知ってましたみたいなシステムだったりするからさ。サプライズだよ、サプライズだね。ってことは今回もあるのかなと思ってドキドキしてたら、あれ、本当になかったとかあるかも、ね、誰も知らない時もあるしね。そうなのよ。そんな、今年はサンタさんにどんなお願い事をするのかなって台本に書いてあるけど、ファンシーな、そうだね、うん、私本当にいると思うんだよね。いるよ、うん、私ね、うん、まだメディアに話してない情報なんだけど、何本邦初公開そう、ニコニパラレの小学校に1年生かな、お父さんと、うん、お兄ちゃんと、うん、お母さんと、うん、私、うん、横に並んで寝てた、うん、そしたらバッてお腹に目を覚めて、枕元にもうプレゼントがあったの、うん、そしたらさ、外から、うん、シャン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 って聞こえてきたの。あれサンタさんだよえ、サンタさんだと思う。あ、し、あ、この鈴の音はサンタだと思ったのサンタだ。それはサンタだよ。そうでしょ、うん、でも6年生、いや6年生になった時に、いやもう6年生からは偽物が来たと思ったの。本当、うん、もうそのプレゼントの包装紙がさ、サティって書いてたでもさ、包装紙さ重要だよね。重要だよ。私も包装紙バレタイプだったから東急ハンズ、東急ハンズって書いてあってサンタさん、そんなとこで買わないよね。東急ハンズでは買わないね。そうだよ。そう、私夜中に目が覚めたら、うん、もらうはずだったゲームをお父さんがやってた。朝開けちゃったってこと？朝起きたら綺麗にそれが包まれてて、あれこれお父さん夜中やってなかったって聞いたら、いや、やってないやってないみたいな一点張りで、お父さんどうしてあげるはずのもの気になっちゃったのかな。ゲームボーイ、ゲームボーイ、あと数時間我慢する。そうだよ、朝が来て遊びなの。
なりながら、衝撃的でしょ、衝撃的。そうでもサンタさん、誰もがサンタさんだって書いてあったからさ、そう知恵袋かなんかに、うん、その、おもちゃ工場の人がそうだし、おもちゃ売り場の人も子供たちのために作ってる人もみんながサンタなんだよって書いてあって、だからサンタもいるよって書いてあって、おー、いい子だなと思ったの、うん、だからさ、こうラブライブが好きな小さい子もいるはずじゃない、うん、そうよ、私たちもサンタなんだよ。そうだね、確かに。プレゼント届けてるんだ。そうそうだ、私が一生懸命歌った CD が届いてるかもしれないわけ、ちびっ子たちにもね。そう、うん、嬉しい、ね、今年はサンタとして誇りを持ってそうだね、クリスマスを迎えましょう、はいはい、そして、あ、そうそう、25、6、6、6、6、私たち3人でファイトクラブに行ってくれたし、ぜひサンタさんの皆さん見てくださいね、負けないと。それでは皆さん最後までお付き合いよろしくお願いします。ラブライブミューズ広報部スタート。ラブライブミューズ広報部ニコリンパナ、この番組は2013プロジェクトラブライブの提供でお送りします。ラブライブミューズ広報部ニコリンパナ。ラジオを聞いてくれている部員の皆さんからのお便りを紹介する広報部掲示板のコーナーです。早速お便り読んじゃいましょう。ほいっすー、ラブライバーネームフォーチュンおせんべいさんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。今年の新語流行語の中に、うん、ダメよダメダメという日本エレキテル連合さんのネタがありますが、うん、僕はこのネタより先にこの番組のドアメドアメドアメを聞いていたので、どっちかというとドアメドアメドアメが流行語大賞って感じがします。皆さんにとっての今年の流行語は何ですか。だってうん、でもこうラブライブ的流行語大賞はね、うん、決めていいと思うよ、うん、何何だと思う。なんだろうなんだろう、考えよ、真面目に考えよ、今日こそは。いつも真面目だよいつも真面目でもやっぱアニメとかがあったからさ、うん、確かにそういうのもあるし、でもさ埼玉スーパーアリーナはもう今年だったじゃん、うん、言うたら、うんうん、確かに。だから確かにね、第8位ぐらいにスータマを入れた。あ、スータマね、 あんましっくりきてないんだなスータマ、私はしっくりきたけどね。スータマって一人だけも固くない呼ばなかったもん。あ、本当に。私も言わなかった。そう、あまりって言ってた。私言わなかった。埼玉スーパーアリーナって言ってた。そうだ、何人かが言ってんなと思った。じゃあいいと思った。じゃあ10位かな。10位、スータマ、スータマ9位ぐらいはね、うん、いや何してたうちら。なんだろう、なんだろうね。カモンマイキャースはもうすげえ最近だけどなそれ言われたら急にジョージョン。そうだね。じゃあ第9位、カモンマイキャースカモンマイキャース大事だよ、新しいの大事だもんね。そうだね、最新忘れがちだからさ。からね、そうなのよ。なんだろうね、何やった。第8位はね、うん、そうだな、うん、まあ結構夏にさ初めて、うん、野外ライブとか、ね、フェスね、やったもんね。まあだからつってそれらしい撮影何もしなかったか、うん、でも野外フェスってなんか今年いっぱい言うかなって感じ。第8野外フェスダラーン、ダラーン、初めての野外フェス。あいいね、もっとなんかそれっぽいこと言っときゃよかったね。アリーナーみたいなとかさ、うん、そうだね、なんかでピンとくるね。そうね、なんか俺たちの夏だみたいな、そういうのを言えばよかったけどな、うん、ないもんね。なんだろうね、なんかリハーサルの時とかに、あーでもまたもう言っちゃダメ、まだ言えないことがさ、第7位、まだ言えないやつ、言えないやつ、まだ言えないやつ、上位だわそうだね、あれ結構繰り返したもんね。この3人だけが楽しんでたまだ言えないやつ、うん、まだ言えないやつ、もう3位ぐらいに私は入ってる。あ、ほんと、うん、そこの部分、その振り付けなんですけど、うん、そこの部分が来るたびにもう面白いもん、うん、ちょうど3人が近場にね、うん、いるんだ、うん、なんだろう、1位なんだろう。でもなんか私的に、ね、私完全に私ランキングだと、うん、マジエンジェが今年になって、確かにね、第1位マジエンジェ。1位じゃない、1位じゃない、だって誰でも使えるもんね。私もすごい言ったし、そう、なんかね、とある時を境から、うん、
のぞいりのラジオにお邪魔した時に、うん、もう2人が永遠と私が何を喋ってもマジエンジェしか返してこなくて、うん、でこれ言い過ぎだよみたいになってたら、うん、もう私がどんなツイッターとかでつぶやいても、うん、もうファンの人がマジエンジェみたいな、うん、なんか今日眠いおはようマジエンジェ意味がわからないみたいな使いたいもんだってマジエンジェ言いたくなるよね言いたくなるそれがすごいね今年の一だな、ね、私の中では第一マジエンジェだな嘘そんな状態いやだって普通の時も使うもん、うん、知らない人にもなんかあって顔されるけどいやマジエンジェマジエンジェマジエンジェいいじゃんマジエンジェねめっちゃチャラく言おうそれマジエンジェっすねって言おうマジエンジェっすね使い方がニコリンバだと変わっちゃうよマジエンジェっすねいいねあいいじゃん、うん、マジエンジェで決まりだねマジエンジェ嘘早いそれ以外が浮かばないんだからさ、ね、でも第2位とかこうね、うん、やっぱ覗える系はいいと思うんだよねあのデーレッテーとかあーやったそれはやったわデーレッテー第2位デーレッテーみたいなあとさあのさうちらさ、うん、すごい会いたいよ会いたいよってずっと言ってたよねそうだねめっちゃやった第3位会いたいよ会いたいよずっと言ってたもんそれ言ったね残ってるそうね笑っちゃうね、うん、メンバーのソロの曲、ね、ずっと言って、ね、めっちゃ言ってるわあそれもめっちゃ、うん、夏やばかったそれ夏すごい言ってたよね夏のブーム言ってたね悲しいよ悲しいよ、うん、とかめっちゃ言ってた食べたいよ食べたいよとかさもう本人も公認で昨日もめっちゃ言ってたから、うん、そう言ってくれんのそうね、うんそうなんか結果そのなんていうのイケてる言葉をさもともと生み出したというか生み出された人はね寛大なわけですよそうだねなんかみんな使いやすくて流行語になるということですねそうですね、はい、面白いじゃあ以上2014年ねはいラブライブ的流行語大賞でし た, でしたパチ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 はいじゃあ続きまして、うん、お願いします私呼ぶわ、うんうん、ラブライバーネームウニさんからいただきましたありがとうございますありがとうございま す, いますニコリンパナの皆さんこんにちはこんにちは私事なのですが、うん、先月結婚式を挙げましたうわおめでとういっぱい聞いてるすごいね、うん、実は主人がアニメ化前からのラブライバーで、うん、私も勧められてハマった口です、うん、本当すごいラブライバー夫婦ということもありもちろん、うん披露宴中の BGM は、うん、ラブライブの楽曲をいくつか使わせていただきましたしかも感動お色直しの入場の時には、うん、ラブウィングベリーマジエンジェこれマジエンジェすごいりんちゃん推しの私はもう感無量です、すごいねすごいアニメのりんちゃん回がプレイバックして泣きそうになったりしましたがりんちゃんの気持ちが分かった気がして、うん、笑顔で、結婚式を終えることができましたよ、うん、来年のライブにも夫婦で参戦しますこれからも応援しているので体に気をつけて頑張ってくださいねすごいこれすごいね泣けてきちゃったねえ想像して映像見たいねえそうもうこの映像がすごい好きでさりんちゃんのもマ、ね、イク持ってやってない今すげー倒したよやってないそれはそこがすごい好きなのよ、ね、すごい確かにあのちょっと結婚式っぽいねってそらまるが言ってたのを覚えててそうそうそうまさかこうやって本当に使ってもらってると思わなかった、ね、え何何の舞ほこり変身のとこ変身のとこねオリジナルでやらせていただいたり何しちゃったのかなと思って急にほこり埋まってんのかなみたいな虫よけたのかないやいいよねいいねいいねしかも他にもいっぱいかなんかいくつかね使ってたもんね嬉、ねうん、しいななんかやっぱラブウィングベルいいね私も結婚するとき使っちゃおうかな私も使っちゃおうかな、じゃあ私も、3人同時に結婚式あげるあげないですよねダメだったそれはダメだったダメだったみたいな瀬川一緒に行っていいけど、うん、ダメだったそうだね式はダメだっただってさ同時にあげたったら私シカちゃんとリッピーの結婚式いけないことになるよそっかそうだよダメだいやもう一つのさめっちゃ大きいもんめっちゃ大きいさもう東京ドームぐらいのサイズのさ会場を貸し切って3人で3ゾーンでやるっていうのは人来るかな来ない来ないほとんどリッピーの友達で、ね、リッピーの友達すごいさ花嫁かわいいマジエンジェ私たち親戚がなんか8人ぐらいみたいな
よね。そうだね、ワンホールで全然足りちゃうから辛いです。ね、そっか、まあでも人の幸せは嬉しいですね。嬉しい。ぜひぜひね、いいのよ、こう結婚しましたみたいなさ。そうだね、写真とかこう添付してくれてもいいから、私たちだけに見せて、ミスウェディングドレス姿。ねえ、嬉しい、本当おめでとうございます。おめでとう、おめでとうございます。仲良く過ごしてくださいね。ラブライブね、パチパチ、ありがとうございます。いやー、じゃあもう一枚出そうですよね。やりたいと思います。ラブライバーネームポカルさんからです。ありがとうございます。そらまるリッピー、スカちゃん、沖縄といえばシーサーだよ。シークワッサー、海ちゃんだよ。えあー、ちょっともう、わかんないっす。その、うちらのツボとはまた違うとこだったかな。もう、全然そこ、そこってとこじゃないとこもピンって押されちゃったから、それはちょっと違います。はい、読みますね。読みます。僕は学生ラブライバーで学生なんだよ、うん、ごめん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 、ね、優しくする学生に。ただいま沖縄に修学旅行中です。毎年うちの高校は京都や広島の方に行くのですが、僕たちの学年は沖縄に行くことになり、音の木坂学園と同じでテンション上がってるにゃー、うん、わー、やっぱり修学旅行といえば甘酸っぱい青春ですよね、うん、僕も夕日に染まる海岸で自分の愛を叫びたいと思っていました、うん、しかし、うん、なんと僕の通っている高校は男子校、そのため、うん、そんな青い時間はありません、うん、音の木坂と一緒ですね。皆さんの修学旅行はいかがなものでしたか、うん、シカちゃんの面白い話期待しています。修学旅行、うん、行ってないよ、中学の時しか。パサ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 、え、何それが面白い？それが面白い話だった？ねえ、ポカルくん、ポカルくん責任取って。本当だよ。ポカルくん、言ってません。こんな顔させて。スイッチ押しちゃったよ、スカちゃんの。高校の時の北海道押してポチリしたでしょ、ポカル。中学のポカル。北海道も全然楽しくありませんでした。一人で喋るスイッチだよ、もう。ああ。ほとんど一人でホテルに。はい、楽しかった？これでいい？ポカルくん。ポカルの責任重大だよ。ポカルくん。ポカルくんが喜んでくれると嬉しいな。どうぞ。ないよ、もう終わり。甘酸っぱい青春ね、あるとこにはあるんですかね。中学旅行？まあでも、ね、なんかイケてるさ、女の子チームとかはさ、イケてる男子チームとかとさ、うん、なんか夜枕投げとかしてるの知ってたよ私。え？してんなーと思った。あ、でもね、うん、私もね、してんなーと思った。思ってたよ、ね、枕投げしてたの。そう、枕投げか分かんだけど、多分大富豪かなんか知りに来た気がする。なんかまあお話ししたいっていう時頃だったんだと思うよ、うん、 あね、あと自由行動を一緒に過ごそうとかね、 あるよね。そうそう、あるね。まあしなかったけど、確かにそうなんだよな。私も沖縄に行ったんだけど、高校生の頃、うん、まあ8割が海に行ってバナナボートに乗るのね、うんうん、で私はその8割じゃない方だったから、うんうんうん、何何めっちゃ暑い中、うん、サトウキビ畑でサトウキビ取ってた。カリ中で5人くらいしかいなくて、そのサトウキビ取るやつ。すごいなんか、うん、思い出に残ってる。すごいね、いいね。そう、日焼けできないしね。なんかまあ、うん、海じゃなかったんだろうね。うん、カリ中いいね。サトウキビさ、楽しかったよ。うん、楽しいよね、サトウキビってね。吸ったことないのよ。本当？小学校の時配られたの、今からサトウキビを配ります。絶対に飲み込んじゃダメだって言われて配って、なんかさ、なんだっけ、サトウキビなのなんかほんミキ、うん、配られたから、うん、なんていうの、その、それチューチューするもの、うん、じゃん、だから、うん、絶対に飲み込むなよ、飲み込んだらもうえらいことになるぞって言われて配られて、なんでそんな怖いもの言われんの、配ったの、ドキドキしながらチューチューした、うん、すごいね、ドキドキ、うん、ああ結果そんな思い出ね、修学旅行関係なくなっちゃった、サトウキビの話、サトウキビの話になっちゃったけど、まあ楽しんでね、うん、今そうね、でもさ、ね、こんな秋冬に行くのね、沖縄に、そう行くんだよ、 あ、そうなんだ、ちょっと外れた時期にの、まだ海入れる時期ぐらいとかに行ったりする、そうなんだ、ちょっと安くなった頃なの、そう安くなったり、人がまあ、いなかったりとか、団体だとね、そう確かにいいね、いやいいよ、でも本当思い出にね、した方がいい、なんかあの写真とか残した方がいい、そうだよ、じゃないと卒アルに全然写真ないってことになって、写らなかったな、あー写ってないなーって思うよ、でたまに写ってると思ったもん、へみたいな、そう端っことかね、すげー小さい後ろ姿もしかしたら確かめないみたいな、わかる、あるんで、すごい特徴的な服とか着ちゃっても、そうだね、眩しい思い出にしといた方がいいよ、写真はいっぱい写ってね、そうそうそう、はい、楽しんでね、それがいいと思う、というわけで皆さんたくさんのお便りありがとうございました、これからもいっぱい送ってくださいね、はい、それではここで一
曲聴いていただきたいと思います。12月24日発売ですね。ビビで冬がくれた予感。私たちはそれぞれニコリンパナのように2文字ずつ担当して1つの回答を作ることにチャレンジしたいと思います。3人の回答を並べてきちんと言葉になっていたらチャレンジ成功、時間内に3回チャレンジ成功することができるとゲームクリア。残念ながらゲームクリアできなかった場合は罰ゲームがあります。もちろん罰ゲームありますよね。ねえ、本当だよ。聞いてないよね。またその 3D の話してたんでしょ。いやもう絶対飛び出るよ。気にしてんのよ、すごい、ね。最初から言ってるもんね。と違う、わかんないよ。わかんないよって言ってるのにさ、答えはないのよ。わかんないから。絶対 3D だよ。絶対飛び出る。はい。じゃあ飛び出る。今日来てるスカちゃんが服の。絶対飛び出る。はい。はい。じゃあ行きますよ。最初の題こちら。ラブライバーネーム桜高美さんからです。ありがとうございます。六文字の外国の都市。私は3番目。6文字の外国、私が1都市、うん、1番目とか都市はそれはちょっと分かんないわ。都市って何、国じゃないってことだよね。そうだね、そうだよね。アメリカじゃなくて、あ、ニューヨークの方ね。そうだよね。おい、はいはいはい。え、でもこれどうなんだろう。 ちょっと待って国の名前だったらごめん。でもこれさ、合ってたらいいわけでしょ、3人が。ちょっと待って待って待って、出てこない出てこない、え、チリが弱すぎて。ハンバーガーショップとかでさ、たまにさ、期間限定とかあったら、何々何々777ソースみたいなとかさ、777風ソースみたいなとか。でもこれ国の名前かな。ちょっと待って、これしか出てこない。すっごい全然出てこない。あれ、ちょっと待って待って待って、いけるよいける。ちょっと待って、なんとかかんとかバーガーみたいな。これでいいや、うん、でもこれしか出てこない。外国だよね。うん、はいはい。じゃあ行きまーす。じゃあ行きましょう。どうぞ。空丸からダダン、バンヨーニャバンヨーニャもうさっきのは自分で言ったニューヨークしか出てこない。ねえ
にこれで一文字横棒でね、確かにニューヨーク、そうだね。どこ？バンクーバーかな。クーバー、あ、ほんとだ。それだけでもね、6文字でパッて出てこなかったのね。これはニア、パパはニューギニア、カリフォルニア、あカリフォルニア、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 このお題が悪かったね。そうだよ、なんでもそもそも桜たかみさんごめんね、答えが難しい。はい、あのね、うん、じゃあ、はい、続いていきますね、はい、続いてはラブライバーネーム、かべさんからです。ありがとうございます。6文字のおせち料理といえば、タランタン、あーはー、あむ4文字だ、もうあれだわ。ちょっと待って、6文字で私の大好きな、ちょっと待って、はい、ちょっと待って、リピ繋いどいて、繋いどいて、繋いどいて、あーダメだ、4文字ばっかり、うーんと、え、あー全然出てこない。せち料理が食べるよね、私も食べるかな、あー全然ダメだ、いやーちょっと、え、嘘、え、全然わかんない、あー紐のついてるやつ、紐のついてるやつ。え、6文字え、嘘、よく出たね。うん、私が一番最初に食べる、これをパカって蓋を開けたら、私が食べたいやつ。6文字ない。え、絶対食べてるよ。絶対食べてる、わかんないや、もう一日は好きすぎて別売りで買う。嘘。あはわかんないや、食べたいやつにしよう。行きまーす。行きまーす。で、空丸からオープン。カズキンモチ。絶対クリキントンだよ。クリキントンか。でパカってして最初に食べないもん。食べるってば。出てこなかった。何？カズの子のやつみたいな。サンダーズさんみたいな。カズの子のやつ。あんこのもち。あんこのもち。自分で作っちゃってんじゃん、もう。あ、難しいや、難しい。クリキントンね。カズコ、カズコのやつ。カズコさん誰？はい、じゃあいきますよ、はい、続いて。ラブライバーネーム、ハッピーオレンジジュニアさんからです。ありがとうございます。6文字で言える好きな人に愛を伝える言葉は？6文字？6文字、そんな6文字で気持ちなんか伝えらんないよ。これじゃないかな。難しいぞ、待って、出てこない。あー、ダメだダメだ、分かった、はい、これだ、もうダメだ、あれでしょ、あれじゃない、もう結構なヒント出しちゃっていい？ダメ。言った。書いた。いや、できた。じゃあ行きましょう。はい。ドラマルからどうぞ。愛してます。おお。私愛って書いたらこれ誰でもいけんじゃないかなと思って。すごい。I love you かなとか思ったの。でも愛してますね。私愛してるようだった。ああ。だからすごい。すごい、これ奇跡。奇跡だよ、これ。問題だったね。これ奇跡だよ。すごい、これ奇跡。答え違うかったのにさ。くっついた。すげー。すごい。じゃあ続いてこの調子で、はい、ラブライバーネームフォーチュンおせんべいさんからです。ありがとうございます。6文字のウィンタースポーツといえば。ん？なんだろう。そういうのしないからな。ウィンタースポーツ？つながっちゃう、どうしよう、うーん、お、あ、でもさ、もうそれをウィンタースポーツと言っちゃえばもうそう、あれだからだよね、もういいんだよ別に、なになに、スポーツじゃなくてもいいの、遊びでいいんだよ、子供の、今すごい球投げた、ちょっと待って、それ超ヒントじゃん。うん、いや、いいよこれ、そのヒントに乗っか、うん、乗っかって合わなかったらもうこれすごいよ、やっぱり合っちゃうよ、うん、はい、ラッキーなことに、じゃあどうぞ、はい、雪がせん、イエーイ、心理戦だからこれは、そうだね、これもあと1問で罰ゲーム回避だからね、回避だよ、初じゃない、初回避しようよ、パチパチパチだよ、たまにはそういうのいいよね、いや本当だよ、イエーイで終わりたいもん、ね、そうだよ、さっさとやろう、じゃあ時間なくなっちゃう、いきますよ、ラブライバーネームテルヨさんからです、ありがとうございます、6文字の花の名前、ダダーン、5文字だな、あ、ダメだ、7文字だ、
でもこれ花っていうのかな、木についてるやつは花って言わない？でも木に咲く花もあるよね。うん、ダメだダメだ。ええ、なんだろうな。5文字とかが多いね。4文字と5文字ね、うん、あん、来た。嘘、これ来た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 。わかんない。何系、何系、もうなんか、あのね、わかんない、すごい、カラフル、カラフル、カラフルボイス、カラフルボイス、ボイス、これしか出てこない、カラフルボイス。ちょっと待って、はい、来た、カラフルボイス来た、来た、カラフルかな。じゃあ、はい、行きます。はい、ポイビス、完成。あー、それかー、ポイズン、何ポインセチア。あー、難しいよー。なんでこれしか出てこなかったの。ポイビスカス。ポイビスカス、だいたい一緒だよね。現地でポイビスカスって言うよ。いや、でもポーさえさ、ハーだったの。そうだよ、もうハイビスカスだよ。そう、ほとんどハイビスカスじゃないから。じゃあいっか、ポイビスカス正解で。ここ消したら、そうだよ、真ん中の十字を消して、ハイビスカス。そう、それからそうだ、ハイビスカス、ハイビスカス。ダメだ、ダメか、めっちゃ手振られたわ。よし、じゃあもう一問やろ、やろ。え、やった、よっと。私がさあ、デレレン、ポイビスカス、ポイビスカス、ポイビスカス、なんか図鑑みたいな。ポイビスカス。じゃあ、うん、いきますね、はい、最後の1問、はい、ラブライバーネーム、両膝靭帯断裂ライバーさんからです。ありがとうございます。6文字の文房具、どう？ちょっと待って、あー、やばいね、これも範囲が広かったかな。これしか出てこない。え、嘘、もうよく、え、ちょっと待って待って、ちょっと待ってよ。あ、おー、出てこない、出てこないよ、絶対これ。あ、ダメだダメだダメだ、これ何か、何か私が思うに、その後半の部分はそれだけでもあるんだけど、あ、じゃあ合ってるかも。ダメだ、後半の部分はそれだけでもある、それだけのものとしてあるんだけど、その前に言葉がついたことによってまた別のものになるんだよ。ちょっとした別のものになるっていう。私これ、それかも。全然出てこないよ。シンビー、いや本当にたまに見るって、レコーディングとかしてる時とかに。あ、待って、あ、わかった、わかった、やばい、レコーディングっつってたらあれかな、限られたものにされちゃうかな。え、わかったよ、わかった、本当、いいよ、いける、それまでカウントダウン。色、え、これが文房具かって言ったら分かんないけどいや、文房具だよ。そうだよね、デッキとしたね、全然文房具だよ、文房具さんに言ってるもん。よかった、赤鉛筆で想像してた。あ、本当、赤が置いてあるじゃん、ね、まあでも赤でもよかったのか、赤でもいいんだよ。いいんだよ、鉛筆さえ、そうだよ、あってれば。あ、嬉しい、ヒント出しなし、今日はゆるゆる、すごい、ゆるゆるニコリンパなゲーム、初の、ついに初のゲーム、バイゲーム、嬉しい、おめでとうございます。成功、この調子で頑張っていきましょう。はい、というわけで以上、3人でニコリンパなゲームでした。それではここで1曲聴いていただきたいと思います、うん、12月24日ですよ、うん、ビビでトラブルバスターズ。仕方ない、嫌い嫌いよ、嫌になっちゃう。
お知らせです。テレビアニメ2期のブルーレイ第1巻から第6巻が発売中です。第6巻特装限定版には小鳥と花代のデュエット曲好きですが好きですか収録の CD や2月8日のライブ映像パート3がついてきます。最終巻となる第7巻は12月25日発売。第7巻特装限定版にはミューズファンミーティングツアーのチケット最速先行抽選申し込み券が封入されますのでお見逃しなく。ファンミーティングツアーは全国10カ所でトーク&ミニライブを行うスペシャルツアーです。お楽しみに。さらにテレビアニメ1期のブルーレイ特装限定版全7巻も発売中です。合わせて楽しんでください。続いて音楽情報です。ラブライブユニットシングルサードセッション第1弾ブランタンの永遠フレンズ、そして第2弾のリリーホワイトの秋のあなたの空遠くが発売中です。第3弾ビビ冬がくれた予感は12月24日発売です。お楽しみに。続いてはスクフェス情報。スクフェスのユーザー数が12月4日に国内でなんと600万人、そして12月8日に全世界で1000万人を突破いたしました。これを記念してですね、12月22日まで毎日特別ログインボーナスを実施しています、うん、全世界共通の投票イベントや感謝祭の開催など他にも盛りだくさんですよ。さらにですね、1月15日までの期間中合計5日間のログインで、うん、クリスマスプレゼント大作戦で1位になった錦野真希ちゃんにぬいぐるみをプレゼントの覚醒済み UR がもらえるキャンペーンも実施中です、こちらも忘れずに手に入れてくださいね。そして君の桜子先生が書き下ろしてお届けするノベルラブライブスクールアイドルダイアリーシリーズ、その最新作ミューズのクリスマスがまさにクリスマスの12月25日に発売となります。スクフェスの SR がゲットできちゃうシリアルコードも入っているので要チェックですよ。続きましてコミック情報です。時田アルミ先生が描く君の桜子先生原作のラブライブ第3巻とコミックアンソロジー2が発売中です。さらに君の桜子先生原作小田勝先生作画によるラブライブスクールアイドルダイアリーのコミック版第1巻も発売中です。その他の詳しい情報はラブライブ公式ホームページをチェックしてくださいね。以上ラブライブからのお知らせでした。そろそろお別れの時間が近づいてきました。この番組では皆さん